で、あ、そっちね、こっちね、こういう感じですよ。両方な感じです。はいはいはい、皆さんこんにちは。こんにちは。山川明子さんです。あの先月もね、あのインスタライブで皆さん見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。あの今月も明子さん来ていただいて、明子さんちょっとあの私また不思議なことがございまして。はい。ぜひ聞かせてください。あの山道に迷った話しましたっけ？あ、してないですね。してないです。はい。あの実は、あの京都でこの前イベントやってたんですよ、はい、京都大丸っていうところで、はい、でそこの京都大丸に、はい、あ、うちのあの、あ、こんにちは、あのうちのドッグのトレーナーのすごい敏腕トレーナーの方がいらっしゃって、あのタコさんのライブを見て、すごい感動していただいて、あ、そうですか、今日になりました、昔はすごく、はい、すごく共鳴したって言って、今日やるんでって言って見ていただいてます、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、お願いします、皆さんよろしくお願いします。京都でイベントやってて、でちょっと犬がいるんで、はい、木津川の方に友達が住んでるんで、そこにね、はい、犬を預けてたんですよ、はい、だから京都から木津川までだいたい高速で45分ぐらいなんですけど、それを毎日通ってたんですね、犬がいるおかげで。あ、もう宇治の方ですか、傷もなって。あ、そうです、そうですね、はい、はい。ほんで、道を間違え、夜なんで、道を間違ってしまって、笠木インターっていうところで、あの、降ろされたんですよ、ナビで。はい、こっちに向かないといけないんで、こっちに行っちゃって。で、笠木インターで降りて、で、どうもナビが山道ぐーっと入っていくんですよ。怖いなと思いながら、まあでもこれナビ通りに行こうと思ったら、どんどん暗くなってきて、山道真っ暗な中、街灯もなく、あの車の明かりだけでこうぐっと入ってったんですよ、数字がゾクゾクしてめちゃくちゃ怖かったんですよね、一人で、はい、で大きく左に大きく左にって言うんですけど、左に道なかったんですよ、そのまま行ったら今度はナビが指してない違うところに入ってたんです、細いところに。これは絶対間違ってると思ったら、後ろからトラックが来たんで、ちっちゃい軽トラが、はい、あ、まだ開けてすいませんって言おうと思ったら、私を追い越してスーンって行ったんですよ、これはこのまま山の奥に行ったら私帰れる自信がないんで、とりあえず一本道だったけど引き返して、前から車来たらもうどうにかなるやろうと思って引き返したんですよ。でその大きく左にっていうところに確かかったときに、大きく右にって言われたんですよ、反対から来たんで、で、あ、ここか、こんなの見えないなと思って、ハンドル切って入ろうとしたら、ザクザクザクって言ったんですよね。道じゃなかったんですよ。獣道ですよ。ほんで、もう車半分入ってたんですよ。で、危ないから、これは違うと思ってバックして、で、引き返して帰って、もう、震えてたんですよ、なんか怖くて。で、まあ、友達の家に戻って、帰れたんですよ。インターまで戻って、インターまでやっと戻ったら、インター間違って出たら、隣は、こう、U ターンしたらすぐ帰れるはずだったのに、ナビが山さしたから、なんか意味がわからないなと思いながら帰ってたんですよ。で、あの友達の家に行ったら、二十歳の息子がいて、で息子に、私ちょっと生きてるって言ったら、いや、全然生きてるよって。で、なんか、まあ、ないことじゃない。で、いや、実は遭難して、明日の朝ニュースなどうしよう、50の女が遭難して、あの、山中に遭難して、実は死んでたとか言って、実はここにいるのは幽霊やったらどうするって言って、笑っとったんですよね、二人で。でも全然笑えなかったんですよ。めちゃくちゃ怖かったんで。そんなに山って怖いんだなって思ったんですよね、うん、でもその普通の怖さじゃなかったんですよ、もうバックミラーも見れないし、はい、怖すぎて、もうゾク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 した。でこの前熊の、裏、古神道の、あの古神道のこう人がいて、古神道のその一番って言われてる人を引き継いで、その人が十何代目の人に今あの宣伝してもらってるんです、あ、宣伝であの講義してもらってるんですよ、古神道についてっていう。それであの熊野三山の話になって、最後の回だったん で熊野は玉木山っていうのがあって、で熊野の回り方のお話とか、熊野ってどういう存在であるかっていうのを話して、面白そうすっごい面白かったもうあの本当にその熊野も3つの回り方があって、実はパー、チョキ、グーっていう離れ
あの回り方があると、パーっていうのは手放す、はい、そしてチョキっていうのは切るなんですけど、はい、切るも気をとどめるって書いて切るなんですって、うん、その今までやったことを切るんじゃなくて、うん、それを置いといて新しいことをやる、はい、だからそれを切るとかじゃなくて、うん、気をとどめるから切るなんです、うん、そしてグーで結ぶ、これが熊野の本当の回り方なんですって。でそのパーはサレンダーなんですよ、うん、ああなるほどね、もうそのなすがまま、うん、あるがままに生きる、うん、お任せして、はい、これまた秋子さんと話さなきゃと思ってあとでこれね、ちょっとまた戻って話するんで、そんな話をしてたらどうしても私は笠置山の話をしたくて、笠置インターを降りて笠置山、磯さんで、磯さん笠置山ってどんな山ですかって言ったら、何もね、すごく熊野と、もう玉木山と笠置山っていうのが、もう2つで一体ぐらいの意味があって、うんうん、笠置山っていうのは、女性神を祀ってるんですよ、うん、って言うんですよ、うん。あ、そうなんですか、私ね、こうやってこうこうで、もう行ったらめちゃくちゃ怖い、あんな怖い山、絶対入りたくないと思いました、うん、から、もう私はどんなことがあっても東京で死のうと思ったって言ってたら、その磯さんが、ノエさんは怖いと思ったでしょって、うん、いろんな女の人が笠置山に入ったら、お母さんみたいやっていう人もいると。 あれは女性性を一番表してる山なんですと、うん、だからノエさんの中で何かの恐れがあるからそこが出てきたって、出てきちゃったね、全然変えちゃった。そうなんですよ、うん、それで私は今日アキコさんの話ですし、で女性性って何かっていう話、うんなんですよね。だから女性性ってやっぱり自分の中でものすごい多分封印してきたんですよ、あ、ね、仕事せなあかんかったから、うん、だからそれを見るのがめちゃくちゃ怖かったっていうのでたどり着いたんですけど、でその磯さん曰く女性性っていうのはやっぱりその受け入れるっていうことと、それこそサレンダーなんですって、うん、女性性は。あこさんは女性性ってどう思いますか？私はそう思います。あのその通りだと思うんですよね。もうあの自分からやろうとしないで、とにかくあのこう受け入れるっていうこと、うん、受け入れるっていうことからずっと進んで、やっぱり全てお任せってところまでいきますよね、うん。で、今その女性性が大事っていうのは、それがみんなできてないから、それをっていうことでしょ。うんうん、でそのちょっと話が、磯さんっていうのを、はい、っていう方は、私の知ってる磯さんかな、はい、磯むさ。あ、そうそうそう、で、まさひと、まさひとね、はい、あの元すごいビジネスマンというか、ね、そう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 、トレーダーですとか、お前のうち、はい、よくもない、よくしばらくお目にかかってないけど、なんかがあったことがあります。よろしくお伝えください。今あれです、群馬に住んでるんです。あ、そうなんですか。山の中で、ハーレーダビッドソン持って、山の中で、何でもやりそう。99億まで皆さん資産あったんですよ、磯さん。そうですね、香港にいらしてね、なんかすごくね、やって、だけど急にそういうなんか神様ごとに導かれちゃってね、今はもうそのすごいですよね、本当にね。今はあの新石器科学。ああ、新石器科学やってるんですか。はい、そうです。あの本当の真理とは何かっていうので、トッチさんっていう人がいらっしゃって、トッチさんのもとで学んでるっていうか、はい。でもなんか突き詰めてどこまでも行っちゃえるしね、すごいこう本当になんか痛感な人なんだろうなっていう感じですよね。あんなにね、こう神道のこと詳しいから、それで、あの講座やってくれって言ってた、言って、今、神様のこと教えてもらってるんですよ、磯さんからも。めちゃくちゃ詳しくて。詳しいですよね。私の知ってた頃からも詳しいみたいで。私も全然勉強しない人だから、ね、私も全然勉強しないから。だからセオリツ姫って何かとかね、なんかその実はもうそのアマテラスもあのホッツマツタイではアマテルっていう男性神や、そうだって今ね話のこの出てきてますよね、はい、ほんでそれがね12人の妻がいて、その12人の妻の最後の妻がセオリツ姫で、ね、はい、であのその一番愛されてだから妬まれて、でまあそういう話が封印されて、はい、まあ、やっと表に出てきたとかいい話、はい、なんかでもあの人によっては全部そういう女神様って一緒なんだよみたいなのもいますよね、うん、であの
それは日本だけじゃなくて世界中で例えばマリア様だとかあのハトホルとかなんとかかんとかっていうの全部一緒だっていう全部そのこう観音様みんな女性性って全部女性性を代表してるからみんな同じだっていう説もあるんですよね。っていうか多分それなんですよね。でそれでなんか分かりやすいようにいろんな話あの神様がいっぱい出てきてで聖櫃姫という名前と縁のある人はわーっていくとそこで学べるしあのイエス様が好きでマリア様とかあのマグダラのマリアの好きな人はそれから行くとあーとか言っちゃったりとかね。で今だからそういう女性心っていうのものすごくやっぱり注目されていてであのそれからもっと古い時代も出てきてるわけじゃない。ただ私それこそ全然実は知らないからあんまり深入りしないからそれは磯さんにお任せしますみたいな感じですよね。本当に磯さんの話だから女性心観って全世界で消された、うん、ああそうでしょう ね、 多分ね不思議じゃないですか皆さん女性心観って一人もいないんですよ、うん、でだから結局はそのこのこのもっとすごいあの地球の歴史っていうだんだん私いい加減なことばっかり言う地球の歴史ってなんか 2万6千年ごととか、はい、2000年ごととかいろんな区切りがあるんだけどともかく今までの歴史っていうのは どこから続いてるか分かんないけどその男性性を勉強する、うん、もう最後まで行っちゃってあのだから今でもやってるわけですよね戦争ウクライナとロシアとかねアメリカとかそういう男性性があのもう全部やっちゃうっていうから女性心観だけじゃなくて女性性って全部封印されてたでしょで全部は封印されないけど母性だけ残ってたわけですよ子供を育てなきゃなんないから。だけどそれ以外の母性っていうのはただ尽くしなさいってもう子供を絶対的に守って尽くしなさいって本なんだけどでもそれ以外にもっと大事なのがやっぱり女性のさっき言った受け入れるとかサレンダーとかあんまり自分で何かやろうとしないでもう全てを委ねてあのそれって結局全秩序のようなんだけどだって受け入れてるから、うん、宇宙と全くつながっちゃうから、うん、本当に必要なことって全部もらえるわけですよね。で男性性っていうのはそこら辺のことが結構私の解釈ではあのその神様からもらったものよりか自分の頭で考えたものの方が大切で重要でその自分の頭でかかっている自分の中の欲望とかそういうものを実現することが大事っていうのが男性ですね。でもそれもなんかやこの世的なすごくレベルでは大事でそれをお勉強してきたのが根性でだけどそれじゃあうまくいかないっていうのがもう今、うん、で女性性がだんだん出てくるもう今本当に特にこの21世紀に入ってからは顕著に現れてるってことですよね。で今起こってることってのはどういうことかっていうとそういうふうな女性性っていうの女性性っていうと女性だけ持ってるものっていうとそうじゃなくて、うん、男の人の中にももちろんあってで女の人の中でも男の人でも殺されてたわけですよねそれはね、うん、それを封印を解いて男の人が自分の中の女性性弱さだとか、うん、受け入れるとかあんまり自分のあのエゴで動かないとかね、うん、そういうものを学び始めてバランスが取れるとうまくいくし女性は女性でまず最初にやっぱり自分の中の女性性っていうのを生かしていってでそれを女性性を追求していくと今度はやっぱりなんかちゃんとぼーっとしてるのもいいんだけど、うん、そうですねでもやっぱり三次元的には多分やっぱり自分でやろうと思うとか、うん、何かを実現するって時には男性性のエネルギーっていうのも必要になって、うんあのそれをあのそれぞれの女性の中を持った時に女性が自立できるっていうそういう形みたいですよね。でいよいよ野枝さんの話になると野枝さんは自分の女性性を封印してきたよね、うん、でねそれと一つもう一つ大事なのは母親との関係なんですよ、ね、母親との関係ってやっぱりみんなすごく持っててであのずっとその母性でつながってた間っていうのいろいろ問題があったけれども今もやっぱりその今女性が独立しようとするときやっぱり母親と今まで自分を殺してきた母親と母親全般ね独立しようとしてそれを乗り越えようとするとどうしてもあの最初はやっぱり
私大丈夫っていうふうなことになるから男性性が強くなる、強くなるね。でしかもお母さんとの関係があるから、その女性っていうものを自分の中で拒否してる部分もあるから、はい、だからそういう女性性の山に行くと、うん、すごい恐怖を味わう、うん、だけどそれってあの山道の恐怖もあるけれど、やっぱり母親に対する恐怖心とか憎しみとかその反抗心とかそういうものもすごい意味してて、うん、でそれを多分そこに行くことによってものすごくあの知らず知らずにすごく体験してる、うん、で自分の中にあるものをちゃんとその恐怖心として出してるんですよね、うん、だからすごく実はいいことが起こった、震えてたんですか。そうです、震えて、でそういう自分の中の女性性とか母親に対する反抗心とか、そういうのに本当に反抗するなんて直面する対面するのをどっかで避けてきた、うん、でそれでもこの何年かやっぱお母さんとの関係ですごく対面してきて、やっとそれをちゃんと認めることができるようになった時にこういう体験をすると、多分なんかすごい変わってるはずなんですよね。すごい元気なんですよ母親、うん、逆に、うん、なんかお母さん元気になると思う。でそのお母さんの分まで捨ててるわけ。もう娘とあの親子ってすごいつながってて、はい、なんか子供があの子供が一つ体験すると、うん、あの母親ってもうかなり年取るともう自分がっていう部分なんていうのかな、しかないですよ今しかないみたいだけどなんていうのかな、その自分を抑制し抑圧してきたものっていうのがもう、はい、あの弾が外れちゃう、弾が外れてくるみたいなね。であの多分お母さん元気になるっていうのも分かるし、もしかしたら安かって優しくなるかもしれないしね、分かんないですよね。でも お母さんが何か体験すると大変だよね、自分は何者かな。でその分あの私なんかはね、自分自身がやっぱりあの母との関係を修復するにつれて、母が勝手にね、うん、あなたが一番三人姉妹の中で優しいわとか言い出すの。ちっちゃい時と大違い、そのちっちゃい体験で、うん、あきこさんが思ってた体験が、今度はあきこさんが自分で母自分をその癒すことによって母親の態度が変わる。すごいすごい。でみんな結構それ体験してるんですよ。自分だから夫婦だってそうなんだよね。うん、夫婦であの例えば男の人ってあんまりあの自分が変わるっていうのはちょっと難しいわけ、まだ今って安い人もいるけど大体難しいよ。だからもう奥さんが変わればあのご主人もあの変わってくる。で変わるっていう意味が結構許しなんですよね。許しって女性性なんだけど、もうご主人自分を許すこと、それからご主人を許せるようになると、ご主人が今度は今までは何もしなかったのに何かしてくれたりとか、奥さんのこといいよとか言ってくれたりする。そこら辺から。で、結局はご主人も何か分かんなきゃなんだけど、そうやってお互いに何かやってるうちに、ご主人が突然、それこそ神との対話とか、何か読み始めて、うん、えって、神様ってやっぱりいるみたいだねなんて言い始めたりとかね。今それが早くなってるから、うんうん、結局は自分なんですね。自分なんです、ね。で、あの親子とか、それからあの夫婦っていうのは、もちろんその関係性によって違うけれども、結構すごくどっちかが分かればどっちかにも影響を与えるっていうの。で、しかもその分かるっていう意味が、その今は神様急いでるから、もうどんなことでもするわけよね。このこいつにはもうちょっと女性性をに対するあの対してな何かを捨てさせなきゃいけないと言うと、本当にナビちゃんまで協力して変なのを連れてっちゃったりね。もう強いですよね。日本だとナビにね、うん、シリにね、うん、ヘイシリってどうしたんですか、なんであんな山の奥連れてこったんよって怒ったんですか、うん、言ってる意味が分かりませんちゃんと連れて行きました、意味が分かりません。いやでも本当、その、うん、そのク・イソさんの話聞くまでは、うん、あの山に意味があるんだろうなと思ったんです、あんな怖い山が、うん、 ね、それが女性性
で今ね、女性、今あきこさんの説明で分かりました。女性性の解放、女性性の解放って言ってね、うん、今ね違う方に行ってるんですよ。みんなセクシャリティの方。あ、本当だからなんか子宮をどうのこうのとかっていう方に行ってて、なんか私それもおかしな話だなと思ったんですよ、うんうん、で今あこさんが言うやっぱり男性の中にも女性性っていうのがある、うん、そして今この社会は男性性、男性性っていうかそれを生かした社会になってる、まあ、そういう部分で男性は男性で女性性が必要を、これからもっと受け入れたりとか、女性は今度自立するために男性性が必要を、うん、その女性性のあり方が今まですごく分かりましたね、みんな、うん、すごく分かりました。今そっちの方行ってるんですよ、うん、セクシャリティ。だからそれもセクシャリティっていうのもなんか男の人がこうなんだから私もこうっていう風にするとすごい大変で、あのまた喧嘩になっちゃったりするんだけど、でもそうじゃなくてやっぱりあの会社なんかでもね本当にうまくいくっていうのは男の人そのバランスを取った女性が出てくればいいわけですよね、うん、今まではその会社で偉くなるためには、うん、自分の女性性受け入れとか優しさとかそういうものを殺しちゃって、はい、男性的にもう頭で考えていいあのプレゼンテーションをして、そしてもう男の人と当たり合ってそういうのがあの偉くなるためのあれだと思ってたけど、それで行くとなんかあの自民党の女性議員みたいになっちゃうわけですよね。女ですもんね、もうね、ね、はい、で着るの着るものだって戦闘服になってる。そうでしょ、真っ赤なスーツとかね、うん、そうじゃなくて本当に女性的になるとね、なんかみんな知らないけどあの私の友達みんなふわふわのものを着るようになりますよね。ただ楽じゃ楽になるから、でスーツなんか着られなくなっちゃう、うん、っていう感じでしょ、うん、で私は35年ぐらい前からセミナーとって、で一番あのもうすごい変わった人っていうのがあの一番最初はアメリカ人が結構多いよねセミナー神戸で出てたんですよね、うん、の時にあの私がパティっていう女の子がいてね、誰がパティが誰だか全然分かんないから誰のことで彼女はねあのハーバード大学を出て、ね、そしてシティバンクに入って、ちょっと分かっちゃうかな、だから分かんないよね。で、シティバンクに入って、あの、神戸に来てね、シティバンクであのアナリストかなんかしてね、で、男の人と越して、私はできるのよって顔してたわけよ、うん、初め。でも、本当にパーッとしたスーツを着てね、はい、で、あの、私はセミナーで知り合ったんだけど、最初のセミナーで知り合った時も、数学科だったわけ。しばらくそうだったセミナー3つぐらいアドバンス終わるぐらいまでかな、まあ、もうあのずっとそういういつセミナーに行くときなんかもう本当スーツ姿なんです、まあ、ピチッとしたで張り付いたような笑顔を見せて笑うでしょ、わかります、アメリカ人の独特のそうそうはいそうですよね、そういう感じ、そしてもう私はできるのよみたいな感じですね、で私も結構そういうところあったからまだで初めから彼女を見てね、似た者同士ね、うん、でそれで私も東大出て、あとは金山のカンパニーとかやってる人だったからね、うん、でそれで彼女がだん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 本当6月ぐらいになるの、はい、でその線を分けてるうちにどんどん変わっていくの、で全部変わったわけじゃないけれども何が変わったって着るものなんです、ワンピースになって、はい、そして笑顔がすごく優しくなって、そしてもう自分のもう私はどうしてそんなセミナー取るのって、私すごい高いセミナーとかこの時あったら海外旅行行けるじゃない、うん、だって海外旅行に行くよりかこの心の旅魂の旅ってもうずっと楽しいわって言って、彼女は、うん、そのセミナーをどん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 、そしてどん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 変わって、はい、でまあ一直線じゃなくてやっぱりその自分とそうやって中の内面の自分に向き合っていけば もっと自分の中がおぞましいものも出てくるしね、であとで私はその彼女とすぐに、あ私がアメリカ行っちゃったからあの縁は切れたんだけど、なんか風のお便りに聞くと彼女はやっぱりそれからも苦しいんだよっていう話を聞くんだけど、うん、でもそれは成長するために私だってそれからすごい苦しいんですね、うん、必要だったんだけど、本当にね、なんかそういう
彼女がだから私に、あ、女性性っていうこういうものだって、その外見だけじゃなくて、やっぱり優しさとか受け入れとかで、彼女が言ったことで一番ね、あの私に印象残ってるの、これなんか思ったかもしれないけど、あれはすごく大事。私が夫婦喧嘩をして、で彼女は両方、私も彼の夫のことも知ってるから、彼女に久しぶりに会った時にね、あの時間があったもんだから、あのねって言ってね、もうちょっと相談があるんだけど、でちょっと夫婦喧嘩してるんだけど私はこうだと思うのよね、だけどうちの主人はこうだって言うの、あなたはどう思うって聞いたの。私その時ね、うん、もう女同士だしね、当然彼女は私の味方してくれると思ってる、うん、彼女はね、もうね、すごくすだったね、笑いながらね、いや、あなたがね、そう思うんだったら、あなたが、それはあなたにとって正しいのよ。うん、でも、彼がそう思うんだったら、それは彼にとって正しいのって言われたのね。うん、今まで、絶対今までの彼女やったら、パシッとしてて、イエスかノーかぐらいの、うんうん。それ言われた時にね、はい、あの私、本当にびっくりして、そんなこと言う人初めてだったから。うん、誰か相談したらね、まあそれは、うん、よくわかんないとか言ってるかもしれないけど、どっちが、それはそうよねとか言ってね、うん、私の見方してくれ、うん、本当にそう思ってるかどうかしら、そう言われた時にね、え、物事ってそんな見方あるのって、絶対的な真理なのかな、この人が言ったらこうよね、この人が言ったらこうよね、それはすごい衝撃だよね。私も衝撃です、うん、それは聞いてて、そりゃそうだなと思う。そりゃそうなんだよね。だから喧嘩するでしょ、うんうんうん、で、その後、それが初めてだったんだけど、それがセミナーを受けてるうちにだん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 分かって、人ってもう10人いれば10人とは違ってるんだ。どれが正しいなんて。ね。まあ、あの、地球はな、いつ、なんだっけ、1日に20、1日から24時間とかいうのは正しい。その人が決めたのかもしれない。で、それが人によって、ね、全部違うのよって考えてみれば当たり前だけど、うん、でも私たちってどうも自分だけが正しいんだ、うん、でそれをあのもっとそうよねって思ったのは、その同じセミナーをアメリカで受け始めて、あるコースに出た時に、あ、人間関係のとか夫婦関係のとか家族関係のセミナーっていうのに行ったんです。まだ夫と喧嘩ばっかりしてたからね。そしたら先生が出てきて、黒板に I am right、 私は正しい、はい、セミナー終わりっていうね、先生みんなそこが問題ですもんね。そう、私は正しいと思ってるのよね、うん、お前は間違ってるとか喧嘩になるって、まだやってますけどね、時々で結局女性性っていうのはそうじゃなくて、今言った、うん、ああそれはそうよねって、私はこう思うけどあなたがそう思ったらそれもきっと正しいのよねって言うだけのこと。で、宗教的には今私たちが習ってるのは許しますっていうこと、うん、全て許しますっていうのが本当に今私たちに必要で、で、どんなことが起こっても許しますって言って、でそこから始まると、今度はじゃあ許しますって受け入れて、じゃあ私は何ができるかなってことになってくるでしょ。相手を変えようとしないわけですよね。許すってことは相手を変えることじゃなく、うん、自分自身が一体なぜここで立ち止まらなきゃならないかってことを見つめることだっていう。で、精神世界っていうと何か、あの それこそちょっと、あの私は磯さんって素晴らしい人、磯さんも全てできた上で、自分自身が何者かって知った上で、そういう神様の話を全部勉強しているわけですよね。で、どっちが先って言ったら、自分自身知ることの方がずっと大事なんです。そしてその上で、自分に興味のある神様とか、私だったら多分聖律姫よりか、あの今まではね、イエス様とかそっちの系統だったけど、最近、あのつい最近出雲に行って帰ってきたばかり。お、そうなんですか。そうなんですよ。だから今日の話とつながってるんです。はい、そのそうすると出雲に行くとやっぱり神様の話を少し勉強しなきゃいけないですねっていう感じになってて、で何を優先するかって言ったら絶対自分なの。自分自身は一体何者ってことも分かる。自分がうまく、なんかうまくいかないときは どうして自分がうまくいかせてないのか、自分がうまくいかせてないんですよね。で、私原因は何って言ったときに、あのそれは原因っていうのは
あんたでしょみたいな、全然そ絶対そんなことないので、うん、うん、私なんですよね。私ももうまだそんなこと言いながらもできない時もあるけど、でもそれずっと35年も続けてると、うん、今あの何が起こっても人のせいにしながらちゃんと自分が知ってる、あでもこれ私よね、うん、だからあんまり心が揺れない。いや、やっぱアキコさんも怖い体験はされ、怖い、そういう自分道、じゃあ自分自身を知る怖さ、怖さ、私なんか一番最初にね、うん、あの夫が、うん、あのセミナーを取って変わり始めたんですよね、うん、でもう私にもお前はそのままじゃダメだから受けろって言われて私もあんな余計なお世話すっごい反抗して8ヶ月かかってるんですよ、受けるまで。でその間に最初分かんなかった、いろんな理屈をつけてね、そんな夫みたいになんか普通の人じゃないみたいになるの嫌だとかね、そんなあの知ってるわけ、彼が少し成長したって人間的に、でなんか自分自身を知るってことが大事だとか、彼もそんなことは言ってなかったんだけど、まあこういろんな人生探求に出ちゃったっていうのはね、そんなになるの嫌だったわけで、それを嫌だ嫌だとか言ってて、でもなんかいろんな本当に偶然の一致が起こっちゃって8ヶ月ごと受けて私はバーンと変わるんだけど、じゃあその8ヶ月私何やってたんだろうって言ったら、変わるのが怖かったの、すごい怖かったんだ、ね、だから受けろって言っても、で私の本当の私っていうのは全然もう本当に奥に隠れてるんだけど、どっかで受けなきゃいけないってことを知ってるわけ、自分自身の人生もおかしいってことも知ってるわけだけど、変わるのも怖い、それはエゴが怖がってる、うん、エゴが私が優しくなりたくなるのも嫌だし、私が人生とちゃんと対決するのも嫌だし、本当の自分自身にをこう取り戻すっていうのも怖いわけね、だってそんなの知らないから、うん、エゴっていうのは自分が本物だと思ってるから、こうやって自分のこと嫌い、大嫌いな自分とか、あの人は好きでこの人は嫌いとか言ってる自分とか、自分が変わらねばならないというような自分っていうのをエゴがものすごい守ろうとして、その怖いわけですよ、エゴが怖がってる。だけど私の場合もどっかで知ってるからもっと怖がるわけね、もうそんなことを何も出てこなければもう嫌だ嫌だ、もう私どうしてこんなに変な人間なんだろうなと思いながらも、変われないと思ってるから、この人変わるつもりつないよね、この私のエゴは一生涯この人につきまとえるよねと思ってる時は怖くなるわけだけど、なんかどっかで何かひびが入ってきて、ちょっとこの人動き出した時には必死になって止めようとして、それが恐怖心だね。だからちょっと違うかもしれないけど、エゴの見分けがつかないぐらい、うん、もうバリアが、エゴのバリアが自分にかかってるから、うん、何がエゴで何が本当の自分かが分かんないですよね、そうそうね。そしてあのだけどもう本当にエゴってうまいから、その時には例えばやっぱり山奥に連れてっちゃうわけです、うんうんうん、本当にそれは神様がやってる、または大いなる自己がやってる、でだからそれが信頼なのね。で多分私あの臨死体験する人とか怪我する人とか全部やっぱり自分でやってるんです。自分が何か変わりたい時に自分自身のエゴマインドがそれをあんまりきつすぎると体でやる、体の方がまだ感じてる、で体のことだとやっぱりみんな仕方がないかと思ってちゃんと休むでしょ、味わうでしょ、辛さを痛みをこらえるでしょ、本当そこでやっぱりコロナをやったから、ああよかった開けたって人もいるもんね、今回だってね、すごいことが起こったと思いますよね、本当にめちゃくちゃ恐怖だったんですよ、もう本当こんな思いするぐらいだったら、もうあの山奥には住まないって決めて、ずっと山奥には住まないと思って、でもその理由が、うん、女性性を見ることを、うん、怖がってもやめていたっていう自分と向き合う、うん、でその言ってみたらもう今世の中でいうセクシャリティっていう部分じゃなく、
ちゃんとその受け入れる。受け入れる。そしてその谷、昨日もね、あのニュー川上神社っていう奈良にある、その宮司さんのお話会だったんですけど、他力本願っていうのは神様にお任せする。うん、そのみんなは人に頼るとかそういうのじゃなくて、もう神様に お任せしてお力をいただいて自力にする。これが他力本願の本当の意味ですって。お任せなんですよね。私は本当になんかあのこの何十年間はお任せの人生よねって言って、だからでもね、あんまりそういうのってずっと言ってなくて、最近すごくそれが言われ始めてるのね、うん、で私がじあの、なんだっけ、人生は奇跡の連続っていう本かな、はいはい、あの本書いた時に、はい、そういう話ってあんまり聞いてなかったの、でだからあれを読むと最後の方に、はい、何かもうあの来たものを受け入れていったらどうってあんまり計画してないで、はい、それこそ行き当たりばったりやったらどうみたいなって書いてあるんだよね、はい、それを書くのって結構ね、私勇気がいったの、はい、自分の人生って私なんか自分で考えてあっち行こうこっち行こうじゃなくて、なんか人から誘われると行ったりとか、あこれがしょうがないみたいに行くと、なんかすごい開けてきたよね、楽しいよねって思ってたから書けたんだけど、なんかそういう話ってあまり聞いて、それから結構あの受け入れの法則とか、それだって受け入れの法則って私それから書いたんだけど、それもまだ新しかった。みんなそんなすごい高い本を読めばいいけれども、まだ引き寄せの法則っていうところ、受け入れの法則、引き寄せの法則って結構自分で思ってそれが実現するってでしょ、うん、それ結構男性性ですよね、うん、引き寄せるんだから、うん、そうじゃなくて受け入れっていうのは来るから、神様なんてプレゼントいっぱいくれてるから、それをただ受け取ればいいでしょってこう、うん、本当にそうなの、ね、それがね、あのその やらなきゃいけないっていう風にずっと今まで生まれてきてから、うん、何しないといけない、うん、裕福にならなあかん、大学は出なあかん、いい会社に働け、うん、安定を求めろ、うん、ずっとそれで来てるから、本当の自分に信頼を持ってお任せして失敗するんじゃないかっていう恐怖があります。そうですね。それからゴールがないといけないとかね、うん、本当はゴールってなくてなんかうまくできてて神様にお任せすると思いもよらない、私はこっちに行きたいんだけど、実は神様っていうか本当の幸せはこっちにあるってこともあるわけですよね。本当っていうか、もっといいって方なのかな、もっと楽ちんでもっと心の平和のあるところに連れてってくれるんですよ、うん、目標があるとそこに行ったって、うん、あの結構次の目標が必要になってるでしょ。目標なんてなくてただ長身に任せていくと本当に悲願っていうか、私たちが今まで知らなかったような人の世界に行っちゃうんですよね。で今そういう人が増えてて、うん、もう私たちなんかだって本当にあの最初は役人になって偉くなろうとかね、マッケンジーに行って偉くなろうとお金稼ごうとかね、いろいろ言ってたけど、まあ、私あんまりそう、私はすごくそういう人じゃなかったんだけど、でも人並みのそういう世間並みの目標があったんだけど、ある日突然なんか40何歳の時翻訳家になって、でまあその時と一緒に神様が出てきて、地球に愛と平和をもたらしなさいって言われたから一生懸命やってきたんだけど、でもあのもうそれ以外の目標全然なくて、現世的にお金を儲けたいとか、なんだけどなんかそれに乗ってったら聖なる予言が100万部売れましたみたいな、すごいですね、今時ないですよ。そうですね、なかなかない、はい、で私あのずっと最初の何冊かはね、もう10万冊まではね、あのほとんどのものが10万冊以上売れてるんです。こんなことないですね。私ら、私はもう、あの、アキコさんら世代、アキコさんファン世代なんですけど、もう、
あっこさんね、小林さんの名前で買ってましたもん。そう、ね、本なんかどうでもいいけども、この二人が翻訳してるから間違いない、間違いない。あ、また新刊、また新刊出た。あ、また山川夫妻だ。そうなん、そういう人がいたからね。もちろんあれなんです。山川夫妻が書いてるやつは間違いないと思って、うん、山川夫妻で買ってましたよ。ね、だから結局私たちはそういうのをアサインされたっていうのかね、うん、そういうふうなことをやりなさいって言われたからやってたわけでしょ。自分でやろうと思ってやってたわけじゃ全然ないんですよね。で、あの多分人ってみんなそうだと思うんですね。ある程度やっぱりこう、それまでは自分の目標でいい学校出なきゃいけないとか思ってたんだけど、それから先っていうのは全然もう私たち知らないわけね。で、あの大蔵省を落っこったわけね、やめちゃって、でそのエリートコースから本当に脱落したわけですよ。そして今でこそね、その山川浩明子とか言ってくださる人に、当時これどこの馬の骨みたいな感じ、誰も知らないもの、私たちも知らないぐらい我々は何をやってる、何者かって、そうそう、うん、こんなあの名前も変えちゃったしね、だから分かんなくて、で、あのでもだからある意味ね、こういうところ歩いてきたわけです、はいはい、大蔵省と、もうなんとか順風満帆ですよ、だってもう外から見たら、うん、ね、うん、まあね、うん、でここでなんかえって思って、しょうがない、ここでなんか道がこの道に行けそうにもないから飛び降りようって言って飛び降りた感覚だったね。で、やめちゃって翻訳家になって、もう食べていけるかなどうかな、まあ子供がいないからなんとかなるかみたいな感じで飛び降りてみたら、ここは極楽だったの。素晴らしい人がいっぱいいたの。一番怖いじゃないですか、飛び降りるのが。飛び降りる怖いですよね。でもそう、やっぱり考えた、あんまり怖いと思わなかったんだけど、本を出してね、印税で食べてくっつって、こんなに大変っていう感じ。本を毎年2冊か3冊できなくて、でも多分カツカツよねみたいな感じで、全然さすがに見えない。本屋さんになる本ってくちゃくちゃ印税低いじゃないですか。うん、だから日本語で大体 10% ぐらい、翻訳だと安いところは 6% で、うん、ちょっとあのいいところで 8% ね、それなりだって、売れれば儲かる、うん、ね、ベストセラー出した人は儲かる、うん、だけどそうじゃないと大変、うん、ベストセラーになるかどうかって自分じゃないですもんね。じゃないですよ。ハンドルできないよ。本当にハンドルできない。もう読んでくださる人にお願いしますってしかないですよね。だからね、すごく私たちありがたいかったですね。なくなく。で、あのそういう人でも何人もいるでしょ。で、それからあのみんな、でも私たちそんな風になりたいなんて思ってなっちゃうわけでも何でもないから。で、あの結局よくわからないけれども、もしあれだったらやっぱりでも宇宙って無限の存在であって、誰もが無限のものを自分にさえ許せば入ってくるんだよって、そういうことで多分磯さんがそれやってるわけですよね。だから99億は磯さんのこと位が2桁ぐらい違う。90でわざと100億に1000円買ったって言ってました、ね、すごいですよね、うん、でそういう人もいたって。でも彼はもうそこでやっぱり無限の宇宙っていう無限のものを、それが欲しいと思ったらくれるってことを知ってたんですよね。そこから踏み間違えたらしい、その買ってたんですよ、うん、だから株の株とかポイント、うん、がいきなり負け始めたらしい、ああ逆転が始まったんですよ、うんうん、一瞬にして全部がどん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 なくなって、やっぱり人間で失う時の怖さの方が、うん、かそれで死ぬ人も多いじゃないですか、自殺して、はい。その時に手放した。ああ、ですって。そうか。だから、チャレンジしたわけね。世の中全部俺のもんやと思ってたって言ってました。うん、やっぱりそのお金が、うん、もうシャンパン飲んで、もうパーティーしてって。でそれが逆転したときに、うん、全部がどん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 消えていったときに、恐怖心に向き合って、もう震えるぐらいの恐怖になって、うん、それでその先住民族のところに行ったら、うん、お前儀式受けろって
って急に言われたアポリジニに、それで生き埋めになって、鼻からこのストローみたいな一本だけ出されたところで死ぬっていう儀式を一回やらされて、その一回それで誰も一日だけ一日中土に埋まってて目も埋められて、でも死のあれね、そう死のもう死を味わうっていう、それであのミミズとか張ってくるじゃないですか土の中で。その時に初めて一人じゃないって気づいたらしいです、そこで、あ、俺は一人じゃなかったんだなと思ったら朝になってて、掘り起こされて、おめでとうみたいな、変わり変わりそうか、そういうこともあったのか、そこは聞いてなかったからね。そうです、今日すごい体験だなって。そうですね、そこまで行かないといけないって。でもあの人はそこまで行く必要があったんだ。そうだと思いますよね。あのだからそれがあのやっぱり恐怖を、わざわざ恐怖を体験して、でそこで何か覚えてっていうことでしょうね。そういう話ってよくありますよね。あのインディア、アメリカインディアンだったらあのビジョンテストっていうの、本当にどっかすごい人だ、全然何もいない、あの大平原みたいなところに一人置かれて、そしてもう獣も来るし何も来るしみたいなので、あの一晩とか2晩ぐらい過ごして、そこで生まれ変わってくる。生まれ変わるも何も、死にますよ、もう一回なんか発狂しそうなる。だ誰もいないんですもん ね、 そうね。でパウロコエリは、あの星の巡礼読んだ、星の巡礼っていうあのスペインの巡礼路、あのやっぱり修行で歩くんだけど、そこでやっぱりそういう今さっきの今の磯さんと同じような体験してますよね、死の体験っていうの。でだけどパウロは何回も何回もそんなことやってて、懲りない、やみつき、やみつき懲りない。うちはどういうことかっていうと、セミナーと、セミナーのね、私は言わね、私の死の体験っていうのはね、その8ヶ月あのなんか抵抗してやっと受けた時に、その時に私途中であのいろんなことがあってやめちゃったんですよ、途中で絶対やめちゃいけないっていうのにやめちゃって、であの神戸で受けてたのを一人東京に帰っちゃって、で東京に帰ってね、でもね飛び出しちゃったのにね、私そのセミナーに夫が行ってたでしょ、セミナーに行かないといけないって言われたんだけど、なんか飛び出しちゃったのに私気がついたのね、このセミナーの私を救ってくれるって。飛び出したからこそ分かったんじゃないですか。で分かったんだけど、もうでも戻れない。みっともない。まだ私古いにね、意識が変わってないから、もうあんなみっともない、本当にみっともなく飛び出したんです。みんな。大人げない。大人げないどころか、本当にあんなみっともない人絶対いないぐらいのことですね。でそれであそこに戻れない。と思って本当にもう息しこちんしてこうやってね、新幹線の中でもなんて帰ってきてね、で一晩まんじりともせずに眠れなくて、ずっとベッドの上で起きてこんこんななってたんですね。で決心して、私はもうこんなもう自分はダメだって言っても、もう自分ダメな自分から抜け出すことはできない、申し訳ないから夫とは離婚して、幸い仕事は持ってるから、ここまでは持ってるから、ここまで一人で、生きる屍となって笑ったらあかんけど、めちゃめちゃ面白いですね。本当にそう思ったね。生きる屍となって生きていくより仕方がないって決心したわけね。でも翌朝いろんなことがあって、夫が神戸から戻ってきてくれて、そして夫に結婚して15年間に、私はあなたにこうして欲しかった、して欲しかったって、もう本当に自分でも言いながらバカみたいと思って100回200それを言ってそしたら全然世界が変わっちゃって、本当に今までは花なんか見ても綺麗だと思ったけど、そんな光ってるとも花が光り出して、人の顔が光り出して、あの高度が、世の中の高度が3度もう倍ぐらい明るくなってっていう、そういう向こうの世界じゃないけど次元が変わったわけです、3次元。で、そう体験してるの。それも死の体験なのよね。本当にエゴの死ですね。だからそれも
これも苦しいと思って私も苦しかったよって、ね、だってあきこさんにしたら15年間思ってたことが全部封印、あれ言ったらダメだ言ったらダメだで、それが100も200も一気に出てきたって死の体験ですよ。そうですよね。うちうちの夫のこと言ってくれれば全部やってやったとか言われて言いそう。でも小原さんが先にやっててよかったですね。そうですね。それは小原さん自身がサレンダーで全部受け入れたんですよね。アッコさんのその言ってることを。普通やったらほら、そうかな。夫婦やったらパッて言われたら、うん、お前もそういうとこあるやろみたいな。ああ、そうかもね。いや、二人ともやってたからね。彼は最初にいろいろ、あの、そのセミナー1回だけじゃなくて、その仲間と結構修行してたからね。はい、それはあるかもしれない。今、初めて気がついた。いいです。生き出しかばりになりさえですね。ならなかったから。だから、やっぱり、なんか、エゴの死の体験っていうのはあるんですよね。多分ね。そうすると、エコは一度死ぬと、それからもう必死になって、敗者復活でやってくるんだけど、仕掛けてくるんだけど、でも、一回こう、なんか、あのそれが、あ、これって自分がエゴとこう本当の自分というか、もうちょっと広い、大きな自分に気がつく、区別ができ始めると、なんか、最初はだん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 それが優しくなって、今早いから、このクラックっていうのが、裂け目が、みんな結構磯さんとか朝私ぐらいまで早くなっちゃう行き着きますよね。本当にね、昨日もちょっとね、昨日かな、いや朝にラファエル、お留守番させると、必ずおしっことかするんですよ、わざと、でわざとだと思って、でそのもう怒ってももうするからどうしたらいいかなと思って、で、もう真剣に怒ったんですよね。それがもう怒り方が異常だったんですよ。もうラファエルは殴らないですよ。もうその周りを叩いたりとかして、大きな音を立てたら、もう怖がって、ラファエルがもうブルブルして、で、もう、ののえちゃんだ。こんな怖がって、玄関下に潜るか、あの、ゲージの中に入るか、私がここに座ってたんですよ。震えながら私に向かって歩いてきたんですよ。ええ、頭下げて、ラファエルこんなに頑張ってるのに、その自分自身を、自分は何をラファエルにぶつけてるんだろうって、その許してあげればいいの。で昨日あの幼稚園に行ってるんで、その敏腕トレーナーの先生に言ってたんですよ。ちょっと私も怒りすぎて、今日はちょっともしかしたら具合悪いかもしれないですって。ワンちゃんは全部許してるって、その我々のためだけに生きてる、その喜びの、ために生きてるから、そのわざとじゃないんですって、その寂しかったよって言葉が話せないから、行動でしか見せれないんですって言われた時、かわいそうでラファエルが、ラファエルを抱きしめて、ラファエルに言ったんですよ。私も辛い、私もラファエルに一生懸命やってる、だから分かってくれるラファエルって、ノエちゃんも辛いのって言ってたのことを、トレーナーには言ってなかったんですよね。ほんだら、あの言ったんです。ノエさんの辛さは、ラファエル君は理解してますよって、って言われて、すごい。私もちゃんと謝るっていうことができたし、なんかまあ動物に対してなんですけど、なんかこうやっぱりやってはいけないっていうことを身をもってちょっと教えてもらえた気がします。そういう時はどうすればいいんだっけ？もうその、まあその本当にごめんねって寂しかったよねって分かってあげることが一番なんですって、それを寂しかったから、私もこう SNS やってる間にトイレしたりとかして、自分のこと構ってほしいっていうアテンション、そうすると怒られても自分のこと見てくれるから、だからその時に抱きしめて、ごめんなラファエルちゃんと見てあげられへんねって言ってあげると安心するって、僕のこと忘れてないって、そういう風にしてあげてくださいって、
でもやっぱり日本のね、うん、犬のトレーニング業界はしつけっていう名前なんですよ。 NHK でこの前やってたらしいです、うん、あの噛み癖がある犬をねどうやってしつけしてるかって、うん、殴ってわあ、うまくいかないよね。ボコボコになるって、犬がもう恐怖で、うん、で虐待やもんね、それはね。で、それして噛まなくなって、うん、飼い主に返すんですって。で飼い主がよかったよかったって喜んでる。だってそれって怯えちゃって寄ってこないじゃないの。そうなんですよ。逆じゃないですよ。でも今飼い主も飼い主で、うん、理解してないから、あ、犬が噛んじゃうことを、うん、だから その。あのそのね、今言ってるあの大村さんというか、大村さんは、うん、そういうことをみんなが知れば、ワンちゃんが幸せにしてくれるのに、うん、ワンちゃんを不幸にしてる、うん、で本当の幸せにしてくれる相手を不幸にしてたら自分も不幸じゃないですか、うん、なんで無駄吠え多いとか、もう早くやめさせたいとかじゃなくて、理解することがすごい大切なんですって、うん、自分がキッシーちゃんとチェミちゃんはどうしてたかな、だいぶ記憶を失ってしまったけど、大体早く集まって、私みたいにこんなオラーみたいな、いや、2匹みたいな、でかっていうと、ね、オルシマセリスも大丈夫です。もうあの2匹で本当にこうくっついてね、はい、寝てたりね。でも確かにキッシーちゃんとチェミちゃんって言うと、チェミが男の子、キッシーちゃんが女の子でね。で一つだけね、なんかゴミ、あの私たちがいないとね、必ずね、ゴミくず箱がね、ひっくり返されてるんですよ。で、ね、私、ずっとチェビー、男の子やってると思ってたんで、ね、チェビー怒ってたの。あるとチェビーまたやったねとか言ってました。何回したけど、チェビーに文句言ってた。ある日、出かけて、何かがあって戻ってきて、みたいなってやってたのが、キシちゃって。チェビーにしたら、僕じゃないのにってずっと。だってキッシーちゃんって天使みたいな顔してた。すごい可愛いから、もう信じられない。悪魔。いや、あの、悪魔でもないですけど、超面白かったのが、あのコロナの時にね、あの前の犬、まあ、エル、ね、あの去年、うん、あ、今年の1月亡くなったエルを、普通でって言ってたんですけど、うん、その時に2匹の猫を持ってきた男性がいたんですよ。でコロナで在宅になって、あ、でどうされましたかって受付で言ってたら、いや僕ね、在宅になって初めて分かったんですって。一方の猫はすごい痩せてて、一方の猫はすごく太っててなんでかなってずっと思ってたら、あの見てると一方の猫が2匹分食べてそしてもぐもぐしてペッて吐いたものをもう1匹が食べてたらしいどういうこと？なんか自分で全部食べて、それを戻したやつを入って食べてたんです。あの親子ではなくて、親子ではなくて、メス犬かな、その入ってたの。多分メスがやってたみたいですね、うん、あのキッシーちゃんは、うん、子供を3回産んでるんですよ、はい、で1回目の時にね、あの子供を最初おっぱいずっとやってるでしょ。で、ある時、1ヶ月ぐらい経ってからね、なんか飲み込んだものを全部、本当にこう、全部溶けた状態になったものをわーって吐いたわけ。はい、で私、それを叱りつけたの知らないから、うん、そしたら、キッシーちゃんは、って情けなそうな顔してね、こそこそしてたんだけど、何回かやってるうちに子供が、それね、離乳食だって気がついたの。うん、ですか。で、それ本当に離乳食なんですよ。だってあのそれがないじゃない、自分で読んで、で胃液に今では戻せない、うん、とにかく唾液とは混ぜて飲み込んでるんですよ。一回それを吐き出して、で子供が本当に美味しそうに食べてる。だから、え、それ聞いた時、吐き出したのを食べてるって時、それ離乳食なのかなと思ってた。そうなんかで、ね、その子供だと思い込んじゃってやってるのかなとか、わかんないけどね。それはあるかもしれないです。うん、胃腸が弱かったらしいんですよ、その猫。ね、あのもともと、細い子が。細い子がね。すごい。ね、でも自分は間違って飲んじゃって、うん、どんどん、かもしれないですね。ね。だからその子は、
そういう理由でやってるのか、それともでも体のこと考えてあげたんじゃないでしょうか。うん、だって意地悪な猫とか犬とかが、いやもうそのね、うん、あの YouTuber の人、もう動物にそのそういう気持ちがない、うん、もうみんな全奉仕、うん、もうその人のためにっていう部分でわざと意地悪したりとかはない、人間だけこんな意地悪する、うんうん、であとね、そのうちの場合にはうちの場合の夫も20年も30年もありますけど、そのチェビーちゃんって男の子が先に来てね、で女の子がね、1年ぐらい後から来たんですよ。でまだ3ヶ月でね、ちっちゃい子ね。とね、チェビーはオスなんだけどね、面倒見るんですよ本当に。ラファエルもちょっと妹が欲しいかも。本当にそう、自分の面倒見てね、うん、可愛がるの、本当にすごい大事にして、まるで自分の赤ちゃんみたいに。で普通、だけど、チェビーは、チェビーとキッシュの赤ちゃんがいっぱい植えても、チェビーはね、自分の赤ちゃんはね、怖がってね、赤ちゃんがちょろちょろちょろしてて、自分は一緒に植えるのかそう、面白いけど、でも本当にキッシュのことは、ちっちゃい時可愛がってた。お母さん役やってた。おい、うん、犬っていろいろね、その性格もあるかもしれないけど、面白いですよね。本当にね、私子供、自分の子供はいないけどね、キッシーの、子育て見ててね、なんか人間の子育てっておかしいよねって気がついてね、その頃ね、本当に中3年ぐらいなんだな。特に排卵なんだっけ、陣痛促進剤で子供が生まれた時、はい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 、それから母子同室じゃない、そんなこと、うん、それは一般的、うん、普通のすぐ反応されるやつですよね。子供はすごくうまく育てないみたいな時代だったんだけど、で私なぜか知らなくて、自分が子供を産んだことがないくせに、うん、今のお産はおかしいんです。排卵促進剤なんかをつける、でも赤ちゃんはちゃんと自分で生まれる時って決めてるんですとかね、まあそれはもしかしたら排卵促進剤なので考えたりします。で、あとはそれから特に母子が引き離されちゃうって、あれおかしいよ、犬のお産ではでも分かります分かりますでもじゃあほんまだって絶対そうでしょ、ねえ絶対そうです、だって全部の動物がそうですもん、そうですもんね、うん、で犬を見てると本当にもう24時間絶対離れないんですよ、うん、子供おっぱいやり、もう飲みたいより飲ませて、で24時間経つと慌てふためいて外に出てその用を足していくわけ、あ最初の時はご飯も食べないでもう慌てふためいて帰っていきました。そして1日とその赤ちゃんを置いて出る時間が長くなる。だから私は思ったのは、子供ってお腹、赤ちゃんの、まあ、胎児の時にはお母さんの体の中にいるわけでしょ、体の中で守られてるっていうことは、同時にお母さんのエネルギーの周りにいるわけですよね。でそれが出たからって言って、すぐにお母さん そのオーラの中から出ちゃいけないわけですよね、長い間。だからやっぱり今だんだん分かってきたように、30分はお母さんの上にとか母子同室っていうのは、ただ自然の摂理をで、お母さんの日立ちがいいから、うん、分けちゃうとあれおかしくて、子供にとったらものすごいストレスです。お母さんだってストレスね。結局分かってきたことは、お母さん の日立ちっていうのは結構糖質だと順調だみたいな話も聞きますよね。だから一番流行った時に母子同子供別々にさせられた、うん、陣痛促進剤とか無痛分娩とかいろいろあるんですけど、いやその統計取ってほしいですよね、その子供らがどういうふうに育ったかっていう、うん、すごくまあ問題が起こり始めたのは、その頃それがすごい盛んになった頃の感じはありますよね。やっぱり犬だって長い間離れてて一人にさせたら不安で狂ってしまうのに、子供らだって一人でずっと長時間おったらこね、うん、辛いはずですよね。うん、でも犬だってっていうか、犬も今1ヶ月ぐらいの話だけど、あれもすごく良くないですよね、売るために。2ヶ月はいないと。
一番だね。電光せ、あの電気がね、こうこうとなってるところの子犬見てると、うん、かわいそうですよね。かわいそう、そんでこう人が通ると、はぁ、はぁってなってる姿見たらもう、無理ですね。だからいろんな、あの、私はだからもう本当に、キッシーちゃんに感謝してて、あのお母さんとの、もう離乳食の時からね、もうやっぱり本当に献身ですよね。そして、でもっとすごいのが、2ヶ月経つとね、今度蹴っ飛ばし始めるんですよ、この本当に。それはやっぱりこう、ライオンキングみたいな感じですか。そう。だからね、おっぱい欲しがるでしょ。はい、多分、歯生え始めてる。痛い、痛い。はい、もうね。でも本当にね、おっぱい飲みに行くと蹴っ飛ばしてますよ。で、本当に、そして2ヶ月経って、あの、うちだったら欲しいって一緒に、あの、分けていくでしょ。でいなくなるとまた元の赤ちゃんに、あ、キスちゃんが、ね、もうあの甘えれる、うんうん、やっぱり、うん、あの手が離れてはず最初はだからこれで折れへんなみたいな感じにならない、あんまりなかったですね。だからね、多分ね、やっぱりね、2ヶ月ぐらい経つともうあの十分やったって感じになるんですよね。それまではやっぱり異常なぐらい、そう、異常なぐらい。でそれからパンダだってそうじゃない、今私パンダに夢中、ちょっと離れてきたんだけど、いつもこんな時間を見てるんだけど、パンダだって、あ、なんか小鼻の時があるでしょ、まだこんな可愛いあのふーちゃんっていうのは、まだ可愛い1ヶ月、ね、1年半ぐらいの時に話しちゃうでしょ。でそれだってやっぱり見てると、もうお母さんが子供をいじめ始めてるみたいな、え、これいじめじゃないみたいなことやって、やっぱり。ごめんなさいしてほしい。そうじゃなくても野生のあの狼とかみんなそうですよね。あのアフリカの動物のあれなんて見るともうわざわざ追い出しちゃうね。だからうちはタヌキがうちで、あのお産して子育てしてた時あるんだけど、可愛い、うん、子タヌキどんなのですか。子タヌキこんなちっちゃくてうちの夫が一度うちの中に持ってきちゃったら、すごい親が怒って当たり前ですよね。でもね、それもね、やっぱりね、ある日ね、突然ギャーとか言ってね、あの親も消えたし子供も消えた、多分そこで罠にしたんだと思うね。おすごいですね、人間だけですよね、こんな親にも、うん、親にもねっとり、はい、親も子供にねっとり。だからあの私がその あのある人から聞いたと、14歳まではやっぱり人間ってちゃんと親が責任を持ってする、14歳になったらもう自立するから、親はこう手放し、うん、ノータッチっていうか手放しね、ちゃんと手放す準備をしなきゃいけない。今ね、本当にいつまでだってもらえない。だって50になっても子供ですよ。40になっても家から出ないし、うんうんね、仕事しなくても生きていけるんですもん、うん、親がまだいるから。ね、なんか親の心配を、我々は死んだらどうなんやろうってこの子はって。そうなんですね。だからそれはやっぱり困って離れにちょっと失敗したのかもしれないですね。なんか、まあ、そんなこと言ってもしょうがないけれども。お茶入れます。それから、少々、皆さん少々お待ちください。今日はなんかディープな話になる。いや今日はなんか、ね、磯さんのおかげで。今日はもう山のおかげで。磯さん、今日は、あ、ありがとう。大丈夫ですよ。私も。おいしいんですよ、これ。ねえ、おいしい文化で。はい、じゃあ、皆さんいただきます。勇気のあのお茶っ葉なんで、このまま飲んでも、このままちょっと浮いてるんですけど。アールグレイです。うん、アールグレイ。あ、はい、そうなの、何飲んでるかよくわからない。お紅茶だ。これ、美味しいんですよ。これ水出して。ああ、そうなのか。はい、それで美味しいんですね、またね。入れて、歯が開くので。これあの水にあの 1日これあげます。え、そんなもんなんかいっぱいこんなにいただいて。あ、これです。あ、今ね、靴下作ってる三上さんも見てくれてたんで。はい、三上さん、山川さんにあげましたよ。靴下。あきこさんにあげました、これ。はい、よさせてください。また教えてくださいね。はい。重ね履き。いや、今日は本当、なんか充実した。ね、すごい。
いやでもやっぱりあきこさんに聞いてもらった女性戦でやっぱり本当ね、うん、みんな今もうセクシャリティで女らしくいることが女性性やと思ってました。そう、まあそれも大事、大事かもしれない、うん、でもそれってあの昔の人もやってたからね、ちゃんとねやってたって、なんかそうおしゃれだったね、おしゃれだったね。で、あの今ちょっと気になるのは、みんななんかあの子供っぽいのがおしゃれみたいな人もいたりしてね、まあどうでもいいんですけど、ね、あのやっぱり自分を大事にするってことが一番大事で、人にどう思われるかってことばっかり考えるとそうなっちゃうんだけど、やっぱり自分がどうありたいかってことを考えた方がいいですよね。本当にね、でも今でももしかしたらあんまりみんな40代30代結婚したかったから、これから本当に若い人はまあ結婚して赤ちゃんも作るというのはちょっとおばさんの言い方では困るんですけれども、でもなんかそういういろんな世代によって違ってくるからね、いろいろ変わるかもしれないけど、ね、まあ、横から。あきこさん、慈愛ってどうですか？慈愛？うん、これもまた難しい問題で、うん、私にとっては、うん、慈愛しろ、慈愛しろってね、うん、慈愛っていうのは自分の愛、はい、あ、それってただ自分を大切にするっていうことで、あの何かから大切にすればいいですよね。今でも自分の健康は大事にしてるでしょ、はい、それはすごい大事。それからでもやっぱりそれでもなんか多分夜更かしたりなんかしてるかもしれない、あのまあ一つ一つ学んでくださいみたいな、具体的ですよね。私もまだあれだから疲れすぎたり、あの嫌な人に嫌って言えなかったり、いろいろですけれどもね、うん、難しいですね。じゃあ自分が大事にしてくださいって言って一つ一つ練習かな。だからやっぱりここがまあせめぎ合いなんですけど、この自分を大事にしてたらなんかでもあれもやらなあかんちゃうか、これもやっといた方がいいんじゃないかっていう、またこう焦りになって、うん、もうサレンダーになりきれない、ね、うん、自分に対して、はい、そう、まあ、もうなんか頑張らな頑張らなみたいななるから、うん、一回こう癖よね。そうなんですよ、癖ですね、癖なんですよ、うん、もう大きな、うん、あのそういう悪い風に考えることの方が楽に、あ、癖だからね、あ、また癖が出たって思ってるのに、癖が出た、まあ、いいかこれも許そうとか言ったら、いやだから好きなんだなと思って、そういうふうに考えるのが、ね、うん、まあどうでもいいですもうみんなそれでいいんだって、そうですね、そのままでいいんです、大丈夫ですという結局そうですよ、ね、でどうせあんまりそれやってると病気になったり足が痛くなったり色するじゃない、その時に気がついて少しずつ自分に対して優しくなればいいですよね。年齢もあるし更年期も来るし、いろ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 だし、の時ごとにやっぱり人間ってちゃんと学ぶ。私だったらやっぱ目が悪いから、もうあの、なんか他はすごい全然問題なくて、目だけ悪くて、で、やっぱりまだ学びきってないから、またすごい悪くなったりするよね。もう、日によってって感じですか？日によっても違うし、この2年間すごく悪くなっちゃったしね。だからもう、でももう80近くなったら、あの緑内障なんだけど、10人に1人緑内障です、ね、多い、多いですよ、はい、だからみんな緑内障はだいたい 100% なんでしょ、はい、でも緑内障はだいたい死滅レベルなの。緑内障は今のところはいろんな方法はあるけれども、結構こうやっぱ進行性の病気なんですよね、神経が良くなる。でもそれって考えてみれば、目、それが目に来てて耳が聞こえなくなる人もいるし、歯が立たくなっちゃう人もいる。そんなもんですよね。脳科免症の一つかなって思うけど、でも、あきこさん、あと5年以内には再生医療がどんどん進化して、絶対治りますよ。そうか。再生医療もあるかもしれないし、うん、今やっぱり針で治す人もいるかもしれない。まだ全部は気にしてないけどね。うん、そうね。目薬だけで、目薬が使えなくなっちゃって、で、うん、あの今ちょっと日を置いて使ってるんだけど、はい、でもなんかね、こう誘ってるとね、がんが高くならないんじゃないとかいろいろ言ってるんですけど、ね、やっぱりいいんだろう、いいかもしれない、ね、はい、あのやったことないから聞く
かな。あのしょっちゅうしょっちゅうやってる人って、まあ、聞かないか、はい、あのやったことあるけどしばらくもうここ20年ぐらいやったもうこうやってないのと一緒ですなんで劇的に聞くかもです。あ本当、はい、じゃあお友達が顔面麻痺を治すって先生を紹介してくれたからめちゃくちゃいいじゃないですか、ね、してみようかと思ってます、ね、うん、いやもうね我々も本当いろんなことに直面しながらその都度その都度をこう乗り越えてバージョンアップバージョンアップバージョンアップですよね本当にね。でもう完全に次元上昇なんです本当に。で次元ってこうバンバンっていうんじゃなくてクォンタムリーフってこうやって飛び込むって私って結構みんな3次元から 3.1 次元になったわって言って、例えば私がなんか生きる屍とか何とかやってた時に、まあ、3次元から 3.1 次元ぐらいになったもんだから本当に世の中変わっちゃったじゃない、うん、でそれがこうだん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 上がってって今、うん、4次元に行ったって言っても意識は4次元でもなんか体はちゃんと3次元でも体は変わっていってるんですよね。軽くなってる、ね、だからもうみんなアセンションせなあかんとかって言ってる人とかいるんですけど、もう実はもうアセンション自体がもう地球が全部やってるから全員アセンションしてくるんですよ。そうなんですね。それに私たちは同調できないといろんな問題が起こってくるんですね、うん、っていうふうに言うのがデニーピアスですよね。もう地球があれしてそこに同調するためにみんな苦労してるんだよって。なるほど、うん、もう地球自体はもうどん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 アップデートだけど体とかにこう不具合のってもやっぱりエゴのここら辺が固まってるから、私たち緊張して緊張して緊張してって自分でやらなきゃと思い込んでるからものすごく特に頭が緊張して、まあ、体も緊張してる、どっかから解き放していけばいいわけですよね。でその恐怖の体験っていうの恐怖を味わっただけで頭がかなり軽くなって軽くなるっていうかこう考えるとかじゃないじゃないですよね。もう体から震えるぐらいの千春ごめん、あのコップ一本もらって、あすみません。もうあの体から震えるぐらいの恐怖は考えるとかじゃなかったです。うん、ですよね、はい。だから体ってすごくそのそれで震えることによっていろんな振動して、でそれでだから体をリラックスさせるのにいいのが私の友達のやってるリセットっていうのがあって、はい、なんかこうやって膝の間にね、詳しいことはあまりよくわかんないけど、ちっちゃいボール、こういう柔らかいボールあるじゃないですか。はいはいはい、テニスボールじゃなくて、もうちょっと柔らかいボールみたいな、はい。あれをこう挟んでね、はい、で、なんか貧乏ゆすり、ずっと貧乏ゆすりするだけでね、はい、ただ貧乏ゆすりって、ただ、これ挟まなくて貧乏ゆすりしてるだけでも、すごく体が楽になる。あ、振動ですもんね。うん、振動。だってよく貧乏ゆすりする、貧乏ゆすりするなって、みんな。うん、ちっちゃい時よく言われてたんですけど、うん、するなって言われてるけど、子供はするのって多分やっぱり自分の緊張を解きほぐしてるんですよね。でそれを抑圧されるとだんだんおかしくなるけれども、ラファエルがブルブルするのも緊張してるから、ほぐすために、うん、そう、で狂気心でブルブルするのもそうですね。ああ、これだから貧乏ゆすりなんかしてればいいんですよ。これから私に会った人ちょっと横ずっと揺れてるけど。人と一緒にいる時でも許してください。本当、うん、そうでしょ。だからこう、ただこういうふうに手いらしてたんですね。全部緊張。で、宣伝すればスピリットダンスっていうのは本当緊張をほぐすときにみんな。そう、やって。で、自分で体この身を生かしてるうちにみんな音楽に連れて、初めてやった人が大体泣きますよね。なんか知らないけど涙も出てきて、なんか悲しくなっちゃったとかね。喜び悲惨でも。気概になる人もいるし、解放ですね。解放です。なんか緩めることですね。緩めること。で、一番硬いのが頭だからね。頭と緊張を緩め、だから瞑想って結構頭の緊張を緩めてくるんです。なかなかできなくて帰ってこうなっちゃったりするけど。瞑想するたびに新しいアイディアが思いつくんですよ、うん、あれってどうやったかな、あれってこうしようみたいな。そうですよね、うん、私も初め瞑想始めた時ね、うん、アメリカに行ってパーティーをやるんだけど、ね、パーティーのメニューとパーティーのその手順まで全部出てきちゃう。瞑想って、ね、すごい。
もう完全につながってるってことですよね。完全に繋がってるかどうか知らないけど、整理されてる、うん、整理そうかな。だからあのどうしようっていうんじゃなくて、なんか降りてくるって感じがしますよね。面白いですよね、いろいろね。カレンダーです。カレンダーですね。あきこさんが言った、結局そこにたどり着いて、うん、磯さんの話も、うん、本当にこの世界は全て委ねて、うん、サレンダーできるかできないか。そう、でもそれあのできるところがあったらできてやっていけばいいしね。でも本当にね、あまりもあだいたいその何かに失敗した時ってのはサレンダーする準備だから、ああそうか。ね、磯さんが全くそうでしょ、はい、うちの場合も病気なんですよね。その私の生理のあと、あと女子輪が3年間すごい病気をしてた時に、その時はサレンダーとかに知らなかったんだけど、でも結局はもう本当一日一日がもうサレンダーもうやるより仕方なくて、もう大変だったけどね。そうか、あれは死ぬ思いだったからでも、ね、あの日々はうちの主人なんかすごく忘れやすいし、なんかねすごい憎たらしいからね。私はあんなに苦労してたんで、僕はねあんな病気しててもね死ぬ気はしなかったんだ何も大したことなかったとかいうの嘘言えじゃあコハさんでもあの自分の生活にはストレス感じてないけど、政治のこととかあの、うん、もうみたいなめちゃめちゃ怒ってるから肩に石たまるんちゃうかと思って許せ許せとか言ってあれがでもストレス発散なのかいやもうカッパーってそうプーチンとか言ってダメなんですみたいないやいやいや、うん、まだねクソ反対だからプーチンなんてプーチン怒ったってしょうがないじゃないと思うんだけど、まあ、面白いですね。でももう焼身自殺した人までいましたもんね。ちょっともったいない。なんかどうなんだろう。なんかつけて何が自分が入れてなかったのかな。本当にいろんなことありますけど、自愛。自愛。自分を大切にして、やっぱりそれとやっぱり自分を優しくしてくださいってことかな。なんか自分があの自愛っていうのは、自分がこれは自分がまだできてないなって言ってもそれも許そうって、それだけですよね。本当になんかすることでもないし、本当に自分を許す許す許す。疲れたら寝る、これがね日本人がすごいできないこと。だから病気の疲れたら寝る、疲れたら休む、仕事なんか休んでってね。もうだって本当に例えばあの出雲に行って台風が来てね、それをその間を縫ってちゃんと来たんだけど、もう明日から仕事は私はどうしても帰んなきゃって人が3人ぐらいいるんですよね。いいじゃない、うん、なるって言ってもそれできないでしょ。だけどだから大変なんだと思うんだけど、まあやっぱりあのだってみんなねまだ残業しなきゃいけないとかね、やっぱりコロナだって後遺症がどうして出るかって言ったら、多分私はみんな十分休んでないから、もうあと2日余計に休めばもしかしたらちゃんと収まるかもしれないのに、結構そういう人もいるっていう感じですけどね。だからあのコロナって怖い病気じゃないと思うんだけど、熱が出たり咳が出たりちょっと症状が出たりしたら少しゆっくり休む、いいチャンスだと思うのに、本当にいいチャンスですよ。だってみんな許してくれるもん、来ないでとか言うもん。ほんまですよね。だってもう本当に来てほしくないですもん ね、コロナの。そうそう。だからね、まあインフルエンザでしょうね、来てほしくない。だからコロナだともっとみんな、今は。休みたかったコロナなんでって言ってしまえばいい。そうそう。だからね、1週間休みますとか言っちゃうんですよね。うん、だからもう休めない、やっぱ人の目ですね。うん、人の目ですね。気にしない。気にしないというか、みんなそうなればいいわけですよね。うん、自分に優しくなればみんなそうでしょ。まあでもそれ古い世代が、うん、政治家のけしからぬ人たちが消えてくれればいいしね。まあ統一も。まあなんか自民党イコール統一教会っていうのはだんだん分かり始めたんだけど、どうしたらいいんでしょうね。いやでも何かのシステムが一回壊れないと、うん、あのやっぱりこの
壊すために何か、でも本当日本ぐらいじゃないですか、あのもうすごい年寄りばっかり、そうですよね、80過ぎの人がね、もうやめくれよ、ね、あのカナダのね、首相かっこいいじゃないですか、イギリスの首相が、まあ、46歳、はい、あの誰かがあの女の人よりか男のインド人の方が良かったとかいう人もいたりする、どっちにしろ若いですよね、40代ですよね、40代とは言わないけど、せめてねえ、うん、韓国だって30代が大統領になるんじゃないかって、そう、はい、でとにかくね、80以上の人はねもうやめてほしい、私も80だから、もうご意見番として、ご意見番いらないじゃん、だって寝てるもんずっとご意見番が頑張ってね、同性婚はいけないとかさ、日本の家父はとかなんか言ってるからめちゃめちゃですよね、くちゃですよ、私も怒ってるいやほんまに皆さんね、うん、こういう、でも日本もきっと良くなります、そう、はい、若い皆さんが作ってくるのだから、あの今、はい、あの YouTube でね、うん、暴露する人が、ね、あのあれ当選したじゃないですか、でこれから寝てるやつ全員あぶり出してやるって言ってるから、うん、それからね、政治家が寝てる政治家の名前がバンバン出てきたら落選するんじゃないですか。ああいう人も必要だったんですよ。そうですよね。いろんなね、あの始まりはあの山本太郎君の始まりね。まあ太郎君も太郎君ちょっとなんかもうちょっと盛り上げなきゃいけないと思ったりとか、やっぱりちょっと出てくると日本が出る国も打たれるんだよね。でも太郎くんのところにいた三宅くんっていう渋谷で行くような、はい、あの彼の落選したときにギリギリで落選したら安倍昭恵夫人がすぐ官邸に呼んでお話し会してたみたいですよね、うん、あの安倍さんと合わせされてまして、だから何かしらやっぱりみんな注目はしてるし、まあ注目はされてましたよね、はい、ただ結構やり手だからなんか言われるね、目立つと言われる渋谷区長とかすごいですよ、すごい権限持ってるんで、でもまあね、そういう形で、でももうこれから国っていうのもネット社会になって、自分らの国がどんどん出来上がって、うん、自分らのコミュニティができたら、うん、その市とかなんとかっていう単位がなくなるっていう、私はもうあのなんていうのかな、すごい感激だ、ある意味だ、一人一人がその自由上げるとつながるっていうか、宇宙と同居し始めれば、はい、政府もいらないし、ただコミュニティだと流動的なコミュニティで、今日はここ明日はここみたいなね、あの本当に自然にただその人が本当にやりたいことをやれば全て調和の取れた世界ができるっていうのなんか思ってるんですよね。で自然界ってそうじゃないですか、ね、植物が動くわけじゃないし、動物が動いてる虫、食べる虫もいれば食べられる虫、あの動物もいるんだけど、でもなんか人間がいなければ全部回ってるんですよね。人間はもっと賢いんだから、あの本当はそういうふうになれるはずなのかななんて、あの脳天気に、35年前からそれがね、言い続けてくれたから今我々は本当に恩恵を預かって、どんな本で勉強したりとかできたんで、で聖なる予言の第11の予言っていうのがあるんで、はい、ここではサンバラの世界っていうのが一つもない、もうつながって、つながってて、まあ、あのまだ中心になるそのエネルギーをポイントみたいな人はいるんだけどね、でもほとんどの人がつながってるから、お家が欲しい、これお家が欲しいっていうか、そのパンとどこからともなく出てきちゃう、すぐ物質化するって世界なんだって。でだって今だって斉藤さんとかね、そういうのを物質化する、そういう人は例外じゃないんですね、実はね。やっぱりその心の時代、うん、心ともうそのつながりの時代ですよね。神社も行き着いたのが、うん、その立証できたらしいですよ。あのなんで鳥居があそこに、鳥居というかな、本殿があそこに立ってるかって4つ不意を打って、うん、その下の磁場がエネルギー体やっていうことが立証できたから、神社っていうのは
結局その我々は拝んでる本殿を拝んでる風に見えて、実はそのエネルギーを浴びに行ってる。そう、私全くそうだと思いますよ。出雲大社について言えば、あの神殿じゃなくて神殿の後ろ側にある山があるので、そこはそこなんですよね。だからここにいてもそれをもらってる、でそれより長いのは後ろまでなくて、その前の前にそのまま浴びれる。そう、浴びれる。で、あの私はそれに初めて行った時に、え、ここはなんか空っぽだけど、ここに行ったらすごいじゃないって気ついて、うん、で今本当に出雲大社の後ろ側の笹の尾の御事の神殿、ちっちゃな神殿になるところがエネルギーポイントよっていうのみんなが言ってるみたいですね。リスクさんの通りと言ってるんですよね。アクセさん、あの人覚えてます？あのユリギレア、ユリギレア、はい、同時期、あ、会ったことあるんですか？はい、どうでした？あのいいおじさんあのどうやったで、あの時に同じ時期に日本人で天才少年って言われた、うん、清田少年、はい、あ、知ってます。今度来月出て出演してくれるんですけど、す、今はそのエネルギーについてやってらっしゃるみたいで、僕は今は、あのこういう活動じゃなく、エネルギーのことをお話ししてますって言ってました。あ、そうでしょうね。そうですよね。それが本当ですね。だって、これもエネルギーの表れの一つですよね。うん、で私、彼に会った時すごく面白かったんだけど、うん、まあ、名前を知ってて、ある人のパーティーに行った時にちょっと遅れてって、うん、荻窪の駅で、うん、なんか変な格好した人がいるなと思ったら、うん、その、あの人多分清田君だと思って、うん、で、すごい清田さんより先に行っちゃいけない、うん、私は清田さんの後から行って清田さんにご挨拶しなきゃいけないって、なんかピンと来た、ピンと来たって全然理屈わかんない、分かってるって分かってる。それで行ったらやっぱりその人ちょっと遅れてったら、やっぱり彼がいて、彼の前にすぐ清田さんですよねって本当にご挨拶したわけ、うん、で彼は先輩なわけですよ、はい、私よりも20年ぐらいになったそうです、うん、でそれであと、その時に彼が質問が何年やったのね、はい、97年ぐらい、はい、でその時にね、やった時にあのそれそのスプーン曲げは彼してやるんだけど、の時来てるエネルギーがなんて言ったら、やっぱり本当純粋愛のエネルギーっていう感じ、その場が、うん、その場が分かってくる。千春を開けたってくれるのがいいあのラファエルっていうのが分かるんで出てて、というようなことがあって、やっぱバッてバッっていうか、結構曲がるまで時間かかったんだけど、そこにある溢れてるエネルギーっていうのは、なんかこれはその頃はね、今みたいに愛がいっぱいとかそういう感じで、まだなかった。これはすごい愛のエネルギーだって感じ。だから愛って言ってもいいし、ものすごい高知なエネルギーが来てるっていうことなのかな、うん、そういう感じだった。へー。でスプーンは、スプーンもちろん曲がるんですよ。やってみました。あ、もう彼だけだったわけこさんとか、こうやさんとかもできそう。あんまりできないんですよ私ね、私なぜできないかかって、そのた物があの消えたり出たりするって当たり前だと思ってたり、何でも当たり前だと思ってるから、スプーンだって曲げる人は曲げるよね、 OK とか言って、私自分が曲がらなくても全然平気だっただからあのよくフィリピンの、 あの診療治療して体の中に手を入れるって、はい、でそのそれを宇宙人の中に手を入れてもらってるし、そう、どうやって治療してもらって、だから私はそこに行こうと思ったらなんか遅れちゃって、はあ、終わってみ、ついてみたらもう終わったでも分かってるの、うん、私そんなの見ても、うん、手なんて入るの当たり前だと思ってるから別にどうってことないもんねっていう。だからなんかそういう不思議現象ってあんまり見ないんです。すごい、もう当たり前だと思ってるから見る必要がないんですよ。見る必要ない。あれは奇跡を信じない人のために見せられるもの、うん、そう、だからこれ本当でしょって言われると別にあの見ても見なくてもそんなそういう人はいるよねみたいな、ね、っていうか世の中何でもあるよねっていう感じ。私の知らないことなんてやっぱいっぱいあるし、これができますって言って、あ、そう思って、シャーリー・マクレーがいろんなこと書いてる、あ、そういう人いるんだ、終わり
いやでも本当に不思議な、まあ不思議ね、見てみたいです、うん、全員どんな能力があるか、そうですよね、会ってみたいですよ、うん、私本当にあのブラジルでドクターフリッツって、はい、人がいて、もう今はあのドクターフリッツって第一次世界大戦の時の軍医さんなんだけど、はい、その例が、誰だっけ、あの名前忘れちゃったけど、若いブラジル人にの移り乗り移って、でそれであの、うん、もうものすごい数の人をあの心霊治療してる。で彼の場合にはなんかすごいとんでもない薬の入った注射と、それからノコギリと金槌とそういうものを使って外科手術みたいなボンボンボンなんてやって、本当にもう全然治んない腰痛とかがんとか、その全部ボンボン治してって言ってたんですよね。おでそういうのも、あそういう人がいるんだ、面白いね、いるよねっていうのが私の反応なんだけど、私のお友達がリチャードっていうアメリカ人が日本にいたんだけど、もうある時あの子供と絶望してたら怒っちゃって、うん、もう腰がこんなになっちゃう、もうものすごいこうヨガの先生やってるけど、昔海兵隊員とかぶっちりした人なんですよね、うん、で彼がそれでもうあの動くなくなっちゃってね、うん、でもあっちこっちでも日本って生態とかすごいすごい、うん、あのヒーラーって多いじゃない、どこ行っても、うん、で最後に来た情報がドクターフリッツ、ブラジルまで行かなきゃな、うん、そしたらもう安い飛行機はアメリカまで行って、でアメリカまで行ったら友達がもっとこんな安い飛行機でサンパウロまで行けるよって言って、もすごく安く飛んで、でサンパウロの飛行場まで着いたら今度あのすごいリムジンが待ってて、白手袋をしたあの運転手さんがね、はいどうぞって言って待っててくれて、でパーッと連れてかれて、連絡してないのよ、であのそのドクターフリッツのところまで行っちゃって、であのじゃあこれからテレビを映すんだけど、お前の映していいか、いい、OK って言ったら、彼の手術してもらってるのが出て、で、彼はそれ一回手術してもらって、ピンピンして治っちゃった。すごい。すごいです、ね、ナリス、うん。で、本当に帰ってきたら、ニコニコして元気になっちゃった。それなんで車が用意されてたの？わからない、知らないけど。だから宇宙ってそれぐらい用意しちゃうっていうことよね、なんか知らないけど。でテレビが来たっていうのも変じゃないね。すごい。すごい。で彼がそのリチャードが呼んで、ドクターフリッツを呼んで、で私たちも来ないって言って、彼の休憩時間にね呼んでくれて、でじゃあ山川さんを見てあげるよって言って、で主人はただもう主人の体は悪いんだけど。あんまり近なかった。私を見たったんでね、うん、ドクター・フリッツが大喜びしてるってのは分かるの、ね、私はよく、ね、大喜びも何もないんだけど、うん、ドクター・フリッツが嬉しそうなのやれに、うん、だからどうも縁があったらしい。うんうん、ほんで、彼の娘だとかね、恋、うん、人だったとか、その子だったのかもしれない。で、なんか寝て、私の時すごい調子が悪くて、うん、そしたら、普通の人は1分ぐらいだっていうのは、私5分ぐらいヒーリングしてくれる、うん。日本ではこう、あんまり使えないんだよ、うん、医療法。だから普通のヒーリングしかできないんだけど、やってくれて、で最後に胃の調子悪いんでしょ、悪いんだねって言って、うん、じゃあこれ、どこでも買える薬だから、これを、うん、一箱飲みなさいって言われて、うん、一箱って10錠ぐらいだ、うん。そしてそれから、それを飲んだら本当に胃の調子良くなって、それ以来、もう20年ぐらい経ってるけど、一回も胃の問題見てきました。すごい。うん。だからそういうのを私、体験してるの、ね。で、彼はもう、その若い人はもう亡くなったのかな。あ、そうなんですか。で、私の中の方は、哲学みたいなのがあって、あ、大丈夫です。大丈夫。やっぱり占い師にしても医者にしても、その人の寿命をね左右するじゃないですか。はい、でも治したりとか、うん、まあ もしかしたら大きな目で見たらそれも治すっていうことも運命のうちなんですけど、うん、でもやっぱりそうやってやってる人って具合悪い人多いんですよ。あ、そうなの。この受け手側っていうか、やる人。やる人が。うん。うん、やる人ってやってもらってる人じゃなくて。やる人が。ヒーラーがね。はい。うん、だから。もしかしたらそういう寿命を操作してるから、うん、自分に来るのかな。受けちゃうってことはすごくありますよね、うん、その人のものを取っちゃって
それをリリースしていかないとやっぱり体を壊しますよね。ヒーラーっていうのも生き死にだけじゃなくてやっぱり病気っていうのね。だからヒーラーになりたいという人すごい多いんですよ、うん、でもそれって人の人生も背負うことを、うん、なんか言ってみたらちょっと被るじゃないですか、うん、だからなんかあんまり耐えやすくなってもあれもうそれもってっ、ね、そうだよね、運命で決まってるから、うん、なる人なる人はなりますなる人はなるなったらなんで体験したらええ、そうそう、具合悪だったらええ、うん、そうね、だあの日はやっぱり自然の中に出たり、それから自分の体をメンテナンスしてないと大体やられますよね。あの、うん、私なんかだって目が悪いのってもしかしたらあのもうまあ長年やってると自分でやろうと思ってなくても どっかでエネルギーをこうみんなに分けてるみたいなところがあって、それで自分が疲れすぎてるのかもしれないですね。そういう人もいるかもしれないですね。話すよ。でもちょっといいアイディア、いいよ。それはそういうことあるかもしれないと思ったから、ちょっと気をつけよう。そっちの方にもね、ちょっと自分をブロックして、そうです、そうです。もう上げない。そうそうそう、もうブロックに、もう自分でやらせないと思う。うん、そうだね。そうだね、なんとね。うん、はい。いや、もうあっという間に、あくさん1時間40分もかかって、今日はもう熱い、暑かったね、熱い話、ディープな話でした。でしたね、本当に。やっぱり大事な話。大事、もうすごい大事。うん、あの来月、ぜひまたお願いします。あっこさん、ちょっと年内に、はい、あのまあ、このお話はこう言ってオンラインでやってるんですけど、ちょっとゲストも、ゲストというか、あの皆さん入れて、ちょっと対面でちょっと話しながらオンラインで流したいなと思ってるので、はい、そちらも企画させてください。はい。はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、はい、もう、今日もなんか、面白かった。楽しく、面白かった。話しました。あの悪いけど、主催者側が一番楽しんでいるっていう。そう、はい、私が一番楽しんで。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、それでは皆さん、ごきげんよう。またお会いしましょう。来月。では、ありがとうございました。